こんばんはこんばんはあそうです生配信ありがとうございましたフラペチーノさんキャンディーありがとうございます スケモンさんバラありがとうございますスーくんハートありがとうございます生配信楽しかった楽しかったチャンネルでしたそうテロップ入れようと思ったけどやめた <laughs> 楽しかった皆さん見てくださいましたかえあれめ,めっちゃ面白いのがさコメントみたいなのがさあれなんよね ずっとバーって流れてて WWW みたいなめっちゃ面白かったあれ面白かったですこんばんは配信みたいありがとうございますそう私は耳を動かす特技を披露しました川佐藤さんありがとうございますボーダー珍しいえ確かにボーダーで配信したの初めてかも 今日はこういうコーデでした。なんか、なんかロゴが書いてある。ええー、アーカイブでも入れるんだ。ぜひ見てください。かわさん、欲しい。ありがとうございます。あ、画質良くて。やったー。画質良かったんだ。三五七ゼロ五ゼロさん、ありがとうございます。キラキラ。ニコニコはあれですね。なんか昔になんか。 昔なんか流行ってたよね和弘さんハートありがとうございますそうベートーベンさんとお会いしましたまた明日メールで送ります集合写真をボーダー新鮮やったーユニバースさんありがとうございますこの天使のやつえー、天使ってなんやこりゃありがとうコメントもありがとうございます おちょっとんさありがふうたんさんジジググーありがとうございますそう耳動かすことさ私すごい特技にしてたのにさ清水梨紗子梨紗子がさ梨紗子も動かせるっぽくて全然特技じゃなかったわショックだえ耳耳動かすと優奈が圧勝だったやった結構動くよ今もや,やろうかな見てて。 どう動いとるじゃろうが結構特技なんですけど今日も可愛いねメイクしてるからかな <laughs> え？まいちゃんさん星ありがとうございますキラキラのやつありがとう,そうあのバラエティー 頑張りたかったけど頑張れなかったやっぱり頑張っったけどあのやっぱりちょっと発言するのが恥ずかしいうん耳動かせる枠なのに動いとるじゃどう岡山弁とか使っていこうえむしろ耳が動かせない人がいることが驚きなんだけどえ特技なんだけどえあのさ今携帯持ってるからちょっと待って。 挟んだりしたら、これ事故になるかな。ちょっと待って、怖い怖い怖い。え、でも、私、ちょっと待って。え、どうしよう。スマホ置きたいんだけど、ちょっと待って。難しいな。なんで手持ちで配信したんだろう。え、ちょっと待って。え、配信切っちゃいそう。え。ちょっと待って。指を。指をね。<laughs> はい。これも特技です。 こ,れこの耳をするのと耳を動かすのどっちがどっちが得意だと思います <laughs> できるみんな動いてるでしょ動いてるんですよそれがあ集合写真もう金が送ってるすごい仕事が早いですねいでかなさんは動いてるじゃろうが そう動かしなながらら喋喋れたいいいんんだだけど喋れないんだよね耳,耳にさ全集中するから喋れない岡山弁岡山弁はたまに使いますねでも「そうなんじゃろ?」うとか「じゃ」しか使わんかも「ボッケーとか使わん耳動かんのじゃけど <laughs> 清掃枠清掃枠はね誰だろう ちょっと思いつかない動かそうと思ったことがない今みんなやってみてよ動かせる人もいるかもよ指ちょっと赤い <laughs> ちょっと我慢してたわちょっと爪も刺そっちゃった赤くなっただしい <laughs> 無理してるすごいありがとうヘラペチーノさん雪だるまありがとうかわいい え指の方がすごい一ちおしの冬歌私のお母さんの一ちおしの歌は粉雪な気がするいや聞いてないですよ私のこ一おしの曲かなんだろううんハニカミショートですねノ,ノットイコールミンさんのハニカミショートですすごいあの通学の時にめっちゃ聞いててあのもう イヤ,ホンイヤホンでずっと聴いてました通学中にだからそれ聴いてると高校行ってた時の冬を思い出すえー、特技ありがとうえ鼻膨らませるのも特技えあとここここの下唇で物を挟めるのも特技だけどちょっと画面が崩壊するからやんないんだけどここでもの挟めるのも特技ここでも結構挟める人多いよね ペンとかこうやってやったら挟める霊チとその時話したんだけど霊チはできなくて特技というのが判明しましたね私川さんありがとうございますレイモンモスターぱっと見指折れとるう <laughs> <い>ける <laughs> こんばんは届けちゃうああなんとかしちゃるとかはお父さんがめっちゃ使うかも なんとかしちゃるわみたいななんやろなんとか運んじゃるわそれはじゃるか届けちゃる使うな使うわって心配かも <laughs> ありがとう心配してくれてありがといのたかちゃんさんキラキラありがとうございますたかちゃんありがとう三月の未来明る嬉しい えー、そう耳を動かすの特技マっツンさん雪だるまたくさんありがとうございますキラキラもありがとうそうまゆみんさん大好きええちかっ祭りそうめっちゃあのちょっとあの本当にすごくて千穂さんはおぎはなさんと写真撮ってたり だかりさんはおみるさんと撮ってたりあうほにすごいって思いましたもう本当にすごくてもうなんかおおってなりましたねもうほんまにほんまになんかよく分からん感情になったもうすごくてうれしくて私も嬉しいすごいって思ってあハはにかみショット」配信で歌ってたの私も歌おうかなじゃあ ゆうちゃんありがとうございますキラキラしんじさんハートありがとうございますたかちゃん天使ありがとうありがとうみんなありがとうじーちゃんさんありがとうございますバラハートもありがとうございますえ、嬉しい顔が顔は今日メイクしてるから多分いいんだと思います いつもメイクしてます。ユニバーさんキラキラありがとうございます。ションちゃんさん天使ありがとうございます。すごいなんかな何これ天使。あ私の好きなガチャガチャのスミコブラシのやつがなくなってる。ペンペンじゃない全然。えなんかさ私配信するたびにさ配信するたびにさなんか変わってるんだけど。めっちゃ変わる。十なくなってるし。 配信あ DMM で配信配信じゃないやなんだっけ「僕の太陽公演見ましたありがとうございます」あテロップつけちゃおう「僕の太陽公演待ってます」にしよう絵文字何にしようかな絵文字 絵文字思いつかないあこれにしよう舞、ま、ちゃんありがとうございますえー、テロップ書いたのに出ないなんでゆうなんの「なうメール好き」あそう「なんとかしてるなう」って送るんだよねよく。 え、テロップ出ないんだけどもういいや嬉しい僕が太陽公園見てくださってありがとうございます <laughs> そこの見どころは何回も読んでですけどくるくるさんとりおつんさんの「ビバハリケーン」の「はあとはあばれているようなところなのでぜひ皆さん何回も見てください」「自分のところじゃないんかい」って言うなんですけど あ七並べ嬉しいユナな引いていっぱいいっぱいカードが出ますようにね平日だから僕大公演みんなみんな忙しいだよねこんばんはこんばんはこんばんは七並べも起動するためにねなんかイベントしてるよね あ月曜日で変わるんだそういうことえもう一回テロップチャレンジしていいえあーもうえそうだなんか私さすごいさもう待って待ってうち間違いやばいめっちゃ話したいことがなんかあってあのはショールームで話すことを。 わわざわざメモに書いいてるんでですすよショールールムで話すよみたいなちょっと待って待って僕の太陽公演待ってますっていうテロップやっやった出たけどこれ間違えた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 ,違えた僕の太陽じゃない <laughs> 僕の太陽じゃない公演ちょっとちょっとごめんなさい間違えました ショールームで話そうと思うことを全部メモしててだから今配信してない期間があったから結構メモが溜まってるけど何なんだったっけそうハート暴れてました私のハートも暴れます腕のゴムいいねアップルウォッチあカレンダーも作れるんですよそう 自分宣伝しとこカレンダー作れますぜひ私でカレンダー作ってください2024年のカレンダーが作れるんですよ私の画像でだから2024年もユウナを押すことを誓う人はカレンダー作って <laughs> ユウナはそうよ曲紹介でいっぱい出番があるから えー、愛しさのディフェンス良かったって言ってくださるのも本当に嬉しくて本当に嬉しいうれしすぎて嬉しいそうネタ帳っていうかなんだろうそう話すのを書いてる話題を上昌さん気まずー結婚して気まずいから無理ありがとう関東本当に行きたい行きたすぎる関東 えそう、なんだっけえ、そう,そう私リエチと藤井梨絵ちゃんとあの、リエチと DMM 配信を一緒に見返したんですよ僕のの太陽公演の一緒に見返して自分たちの5分 4, 4分から5分ぐらいの MC があってあるんですけどあの、それまでは普通に「あーいいね」って言って見てたんですよ。 配信をそうそれで自分たちの MC になった瞬間もう恥ずかしすぎてもうリーチが <laughs> もう「えもう見れない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 」ってな言っててもうん当に見れなかった自分たちの MC だったから「本当に見れない」って言ってリーチ私のスマホなのになんか電源落としちゃった電源っていうかなんか停止ボタンみたいなの押しててもう本当に面白かった「もう見れない見れない」とか言って2人で言って。 MC 恥ずかしかった普通のパフォーマンスは見れるのにちょっと <laughs> そうそうなんですよえこてつね会いたい私もこんばんはオンラインお話し会で話すことえオンラインお話し会も私もメモしてるもうカウントダウン急に始まるんですけど止めてもう名前を写真撮って 写真撮ってメモしてみたいなのやってるええー、そうアイドルなんて呼ばないの衣装私も大好き嬉しいそうこてつのカレンダーか私がメールで送るよこてつの写真は。 この前も送ったよ「上満さん結婚して?え」え気まずいから無理いちごのファンだから無理こ片つかないかったやろえじゃあいちごのファンの方が多いからあのいちごの話するねだけど ちょっといちいごの話してもちょっとめっちゃ面白い話があるんだけど、うん、面白い話かななんだっけなんかいちごの話あったんだよねえそうあの <laughs> あのなんだっけそうあのこの前いちごん家に行ったんですよ行った時ひーちゃんあの北沢いちごちゃん家に浜田響ちゃんと行ったことがあってでそれが結構夜遅くまで起きてて ずっといちごの家で何,何してたんだっけ何してたか忘れたんだけどなんか集まった日があってそれで <laughs> それでな,なんだっけそうずっとあのあなんか <laughs> なんかいちごなんかくるくるさんがなんちゃらかんちゃらでなんか言っててなんかそれで <laughs> なんだっけずっとくるくるさん関係ないや。 なんかずっと YouTube で岡田奈々さんとあの村山優里さんゆうなーさんのあのユニットのやつをずっと見せられてた YouTube でずっとなんか「これはここが良くて」みたいな「もう本当にこのシーンがやばいよ」みたいな「もう本当にやばくて」みたいなずっと見せられてましたね私たちははい岡田奈々さんと。 村ゆ由りさんのユニットいいねーって言って見てました <laughs> ちょっと過激なシーンみたいなのも良かった良かったですねっずっと聞いてた安べ衛さん天使のやついっぱいありがとう天使だありがとう えー、嬉しいお話し会申し込んだのありがとうございます嬉しいそう MC は難しいんですよ松岡さんお疲れありがとうございますアイドルの衣装そうなんですよアイドルなんて呼ばないでの衣装は四つあって三人はノースリーブなんですけど一人だけここがあるんですね 袖がなんとそれ私袖ありなんですよだからめっちゃ嬉しいってなってたんですけども次の糸下のディフェンスというユニットがあってですねそれでもう腕が腕がもうないので結局意味がないんですね結局糸下のディフェンスで脇を後悔してしまいますからはい結局 意味がないんですねその合図の衣装で袖があるなんてことは結局腕が出ちゃうしょんちゃんさん357050さんキラキラありがとうございますこんばんはそう岡田菜奈々さん布教されてたずっと <laughs> 一生もうもう。 ねえ見せられてたでも私も好きだからうれしかったうれしかったうん <laughs> 楽しいイチゴと話したらえー、そう私は村山優里さん岡奈々さんももちろん大好きなんですけど村山優里さんの顔がすごいタイプでずっと好きだったのでうれしかったなんか 私の友達が高校生の時の友達がずっと3年間いた友達が何度も言って友達が友達がって友達がそうその友達が <laughs> めっちゃ言うなは茂木さんがめっちゃ好きで村山由里さんがめっちゃ好きでその話をずっとずっとっていうか結構聞かされてたのであなんかその友達と似てるなって思いながら一言は話したりしてます でもいいですよねユーナさん大好きでもさ最初さ最初「言うな」って言うからさ私の,私のことを言われてるのかと思った普通に「言うな」ってああ,あ,あ私のことみたいなちょっとちょっと気まずかったねその時「あユ言うなーさんああ」あみたいな石原優奈です <laughs> ひーちゃんキョトンとしてたかもねそう MC 頑張る 今日も一日頑張るけんご両パワーごめんなさいりょうつんさんお話し会追加したの嬉しいいっぱい話そうもう楽しみお話し会もう本当に楽しくてもうずっともう本当に楽しい楽しすぎるんですよだけど今受付受付中じゃないから PN だ そういうな肩出しちゃう,もうありがとう <laughs> 腕と脇大好きえそこしか見てないんだろうまえちゃんさんありがとうございますはやとさんありがとうございます川さんありがとうございますはやとさんハ当もありがとうさ私はとみたななかさんを布教してますいっぱいいやでも最近あのあの 高猫さんの高根のなでしこさんの春のリリさんにめっちゃハマってて布教してますねえそうそれをこの前そのいちごのちに行った時に私はその高根子さんの春のリリさんを布教しましたいちごにもうこのシーンここが良くてみたいな言ってたそうナうな,ーなんユうなーです私は石原ゆうなーです石原ゆうなんです ええー、嬉しい先日の僕と僕の太陽公演の赤いを見て気になっちゃったのでフォローしましたありがとうございますもうしい嬉しい,嬉し,い嬉しくて配信頑張れる耳を動かしただけで湯難 <laughs> 離脱しないでよ普通にえなんか湯難離脱え湯離脱湯難離脱はしないでみんな分かった 言難りだつはしないでね。え、なんとお話会受付中なんですか？目覚まし時計の、<laughs> 目覚まし時計はやばい。目覚まし時計のボイスは富田アナさん。え、なんで知ってるんですか？そうですよ。私の目覚まし時計の、おはようはノットイコールミンさんのなんかさんですよ。 なんんでで知ってるんですかもしかして家に盗聴器ついてたりするこれノイミンさんのボイスアラームですよ優なちゃんラブほんまかでもその目覚まし時計すごいよくてあの。 今日は鈴木ひとみちゃんに起こされたいなみたいな時は <laughs> 鈴木ひとみちゃんに起こされますいちごにもちょっといいかもちょっとい,いいよねボイスのアラーム時計はいいよねすーくんありがとうございますはるのりりちゃんの加入前のティクドックえええそれのそれの面白いあれでしょなんかアイドルの アイドルやめましたみたいな「はいちょっとアイドルやめましたいじめで」みたいな「えみたいな何だったっけそしたら「えいじめる側だけど」みたいなそういう t i ク t o があって <laughs> 面白かっためっちゃ「湯南離脱やめてねほんとに」えー、そう高寧子さん好きっちゅうのですよほんとに。<laughs> いや岡山弁で目覚ましボケよは言わないえ本当だよでも鳴らしたらあれだよねだからちょっとやめるすうくんありがとうございます TWENTY さんありがとうございますすべいさんありがとうございます <laughs> あそうそれそれそれ いじめられたのみたいな「うんうんやる側」みたいな「そうだそれ」なんか「アイドルいじめでやめて」みたいな「えいじめられたの?」みたいなうんうんやる側」みたいな <laughs> めっちゃ面白かったそれで好きになりましたねえノエミさんの目覚まし時計色違い持ってる方いらっしゃるんですけど難難離脱した経験ありますかうんリーダーまるで自分の魂が体から抜けて出ていくような そんな様子を客観的に眺めている感じあれって練習次第でできるようになるの知ってましたとるっとるっとに湯離脱だけはしないでみんなすう君天使ありがとうございますゆなんちゃんの目覚ましボイスは何だろうねおっはー <laughs> おはー早く起きてね早く 起きなよ。お、起きてね。<laughs> 起き、起きるかこんなので。おっはーという言うかな。<ー>でも私は今日の自己紹介では、耳を動かした経験ありますか。耳を動かすまるで自分 まるで「自分の耳だけが体から抜けで出ていくような」みたいなこと言ってた何言ってんのって感じだよねでも耳を動かすことしか特技なかったのでそれを言うしかなかったんですよおし <laughs> ま試験で別の子に使えるの知ってましたトゥルトゥトゥルって <laughs> ひどいなももなんちゃん以外やったらえ 湯南離脱するんだそうやってえそうやってさ湯南離脱するんだオーディションの時から応援してくれてると思ったのにそうやって湯南離脱するんだもういいよ別にしたらどうもういいし <laughs> 嘘です本当に湯南離脱しないでねみんないちごの必須成分がうっちゃったえー、そうやって嫌いになっていくんだスコ成分はやりません私は。 えでもさなんかさえ前私のショールームに来てくださってた方なのになっていう方がなんか他の3期の子のルームにいたりして結構ショックだったりしますねうん結構私3期生の配信見てるんですけどショールームでうん待って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 そうえ他の子に映っちゃったのみたいな感じの目でうんほんまにて悲しくなってます みんなだから湯難離脱はしないでねーっていう話えええそうなののいみさん新曲のミュージックビデオうわーやばいやばいやばい,やばいもうミュージックビデオってもう本当に最高なんですよね湯南好き嘘でしょでもそうやってそうやってさみんなに好き好きって言ってるんでしょ知ってるよ知ってるよ別にいいけど <laughs> んさんありがとうございますおし話し会でおしましがダメってことそれともどういうおしましのなんか枠かは知らないけどお話し会だったら <laughs> お話し会だったらでも私と話したくて私のお話し会を一回買ってくださってるわけだから別にいいよそのおしましは。 いかでも私と話したいって思って買ってくださってるからいいおしまししてもだけどされると寂しいですね自殺 <laughs> する前にまだ始まってなかったの嬉しいこれから言う直しになったらいっぱい幸せなことが起きるかもしれないです 湯南の県をおしまし県は湯南離脱うん本当にやめてくださいね虎鉄の犬のモノマネはできないねえでも私特技結構増やしたくてえ愛想笑いとか結構得意かも愛想笑いが特技 <laughs> とか愛想笑い結構得意かな。 うん、結構見てますね、うん、みんなに好きって言ってるんだふんで終わりますけどね <laughs> 別にいいけど私のルームにも来てくださるんなら別にいいよなんかもうさ本当になんか最近イチゴがすごいメンヘラで写っちゃった最近イチゴがすごいメンヘラ時期でメンヘラ期で。 最近話してるんですよ結構だから私はンヘラになっちゃうメンヘラ女じゃないんだけど全然うん全然メンヘラ女じゃないです優ナのヒコヒコうぶんはタカちゃんありがとうございますレインボースター隣のレーンが気になったから行ってみる 隣の私のちなみに私の隣の電は誰だろうイカちゃんかな気にならないで気になってもいいよでもイカちゃんも可愛いからねだけど言ってほしくないかもあんまり「シャルーフ <laughs> 他に人に言ったら優奈ににらまえそうだよ他の例に行ったらユ奈ににらまれて悲しばりのように固めてやるんだからえごめん私そういうキャラじゃないんですけど別にごめんなさいねでも今日はそういう気分なので今日だけ許してください三 <laughs> 3期生のショールームはあく,であくまでもメンバーの名前を覚えるための勉強でほんまか うん、知ってるよ <laughs> でもあの私のお話し会チェキチェキを22枚買ってる方もい,いらっしゃってもう本当にすごいと思ってもうそこまでくるともうその,その22人の中にああの選ばれたことが嬉しいというかなんかなんだろう嬉しくなっちゃいますね。えええあのさあのさ。あのさ 今日さすごいさ運命的な出会いいをしたんだけどちょっと聞いてくれるあのさ私瀬戸チャレのロケであの STU に入る前にねこれ多分初めて聞く方も結構何回も聞く方もいらっしゃると思うんだけどあの STU に入る前に3期生に入る前にあの工藤理子さんと吉崎凛子さんが瀬戸チャレのロケであのしてて。 そこに偶然私がばったりばったりというかなんか会ったことがあったんですねえ私すごいアイドルが好きだから「えどこのどこのアイドルだろう」みたいな感じでなんかすごい興味津々に見てたんですねそれでマネージャーさんにかなマネージャーさんかな,なんかそう「えあのほほえー、な,んてなんて名前の方なんですか?」とりあえず聞いてそしたら「吉崎凛子さんこちらが吉崎凛子さんでこちらが久藤理子さんで」みたいな。 人気のメンバーなんですよみたいなことをマネージャーさんから聞いてで写真を撮っていただいたただんですねそういうことがあってそれでその時の一緒にそのロケに一緒にいたメイクさんとえ違う,そうメイクさんがいて今日そのあ,あるじゃないですかそうメイクしていただ髪とかしていただいた時に前あの。 あの瀬戸ェルのロケでりんこちゃんとりこちゃんと写真撮ってもらった人って誰みたいな話してて「え私です」とか言ってそしたらその時のヘアメイクさんだったんですよ。えー、ってなってそう初めて STU に入って初めてそ,そのそのメイクさんと出会ってなんか覚えてくれてて嬉しかった。 なんかちょっと話したいことなんかなんだろう話しすぎ何うまく話せなかったそ,うその時のメイクさんも私がりこちさんとりんこさんと写真撮ってるのを見てたらしくてそ,うその時のロケがすごい過酷だったらしくて裏話も聞けて。 嬉しかったんですよっていう話です。そう、今日、その話を聞いてた。あ、そう、今日はショールーム。奥田結菜ちゃんの配信で。ゆい、壁島のゆいかちゃんと。ゆいかゆうなゆいなで。ショールームしました。一瞬だけ映ったよ。ゆゆゆ。引っ越し記ユニットだけど、みんな押して。ゆゆゆ。 いちごっていうのものはねいいよ。似てない。っていう感じですね。終わりです。三五七ゼロ五ゼロ三星ありがとうございます。ゆうかちゃんお話し会えでも私あたすい。<laughs> 私あの一二時間目でサッチと ゆうかちゃんと同じなんだけど結構でもオンラインは聞こえてくるかもゆいかちゃん結構聞こえてくるよサッチの声も聞こえるでも <laughs> でもさこれも話すけどちょっと一回コメント読むねその話したいことが思い出したもう一個笑,笑っとる嬉しいフォローありがとうございます 伝説だけそうそれで「STU に入るなんて運命だね」って言ってくださって「えっほんに本当に本当に,本当にそ,れそうです運命ですね」とか言ってメイクさんも「運命感じました」えっそ,その写真公開したいんだけどさ本当にさ本当に加入前のもう,もう目キラキラのもうもう,もう嬉しすぎて写真が撮れることが嬉しすぎてもう目キラキラの U なんだからねもうほんまに。 りんんこさもりこちさんも,さんも本当に嬉しかったうれしすぎてもう,もういつも,もういつも私ホーム画面それロック画面いつもそれ一生それずっと変えてない1年ぐらいえー、チェキ嬉しいチェキはまた先ですね多分そうなんてすごい出会いなんですよねジェイちゃんさん ありがとうございますそうあの時の風の子さんありがとうございいます嬉しいそうそのヘアメイクさんもそのエピソードを覚えててで初め結構メイクとかさされるしてもらうこと結構多いじゃないですかライブとか公演とか結構番組とか結構今まで結構あったんですけどそのメイクさんとは初めて会って。 1> わー1年ぶりだって思ってでもメイクさんそう覚えてくれてたみたいですで今日もそのホーム画面を見せて「えっ、ー、そうこの時この時!この時」みたいな感じで話してたで今日はそのメイクさんにやってもらった髪なので皆さんいっぱい見納めてね <laughs> どういうことそう運命感じましたもうエモ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 ですよもう。 えそうゆうゆうゆうえみんな「ゆうゆ」ゆってコメントありがとうあそうだから私たちは 3R を受け継ぐために 33Y3Y やっていこうと思いますでも 3Y はちょっとすごいパクリなので「ゆうゆうゆ」でいきたいと思いますね 3Y ですよえそうだからさその時 そ,そのエピソードが喋りたくてセトチャレ呼んでもらえませんかねそのエピソードがすごい喋りたいのでセトチャレ待ってます <laughs> それでそのセトチャレのロケで出会った場所で私すごいリコチさんとリンコさんとロケするのが夢なんですけどそれでかえあそうそれで私がテ t を受けたきっかけがそのリ 帰って STU の工藤理子さんとキリン子さんを調べたんですよああこの方かと思ってそしたら第3ん第3期生オーディションみたいなのをしててうわーって思ってそのオーディションの応募するエントリーエントリー画面みたいなのに瀬戸ャ屋のロケでそう理子ちゃんと。 あのリンコさんと会ってみたいなの書いたら受かった書類は通りましたねそれでで2時ではその撮った写真を運営さんに見せて <laughs> 受かりましたで3時は頑張った自力で大津アットンさんありがとうございますゆうゆうゆうさんありがとうございます <laughs> もうノアミョン長谷川ノアミョンに見せたら もう目キラキラやんって言われてえほんまにそれなんて思っても,もうええ目キラキラだからその時の言うな嬉れしすぎて TM さんありがとうございますえそうちょっと毎回この話する時もう喋りすぎて息し,しんどくなるそう見たいよね私も送りたいけどなんかちょっと 諸事情でそうオーディションの時の話運命の意図でもう結ばれてるのかと思ったでもそんなこと言ったらちょっとちょっとあれだよね気持くてごめんなさいねリンゴさん体重公開してたよねもうすごいすごいすごいいいと思う天使ありがとうございますリンゴさん そうメイクさんとええー、話やじゃろううんええー、話じゃしょんちゃんさんありがとうございます雪だるま 3U 3U にしちゃうかな 3Y ゆゆでちょっとお願いします 3R で結構テレビとかなんだろう番組にとかなんか あ危ない危ないスマホ落とすところだったスマホ落とせただけなのにゆゆゆええー、こんばんは嬉しい久しぶりに来てくれたかな <laughs> 3時はあなん2時かな3時かなどっちか忘れたんだけどそうそれも「耳を動かすので乗り切った」「特技は耳を動かすことです」とか言ってこれもオーディションで乗り切りましたね川さんありがとうございますそう もう,本当にもうりこちさんとか本当にフレンドリーに接してくれてなんかなんかそメイクさんも <laughs> そうもう一個話してなかったメイクさんもリコちゃんが「え STU に入ればいいじゃん」みたいなことを言ってくださってたっぽくて私はなんかちょっと記憶が曖昧なんですけどメイクさんが今日のメイクさんが「あのえ STU に入ればいいじゃん」ってリコちゃんが言ってたらしくて。 えーそんなの言ってくださってたんだって思って今記憶が蘇りましたねうれしくてちゃんと入りました嬉しいその時にさ私けそうれしかったヤマピーさん天心ありがとうございますキラキラもありがとうございますえ今日何時から配信始めたっけ何時から始めたか皆さん教えてください 再編えー、もう来てもうツーショットじゃなくてもオンラインお話し会でも「とりあえず始めましてしとかとりあえず話したら嬉しいよね。 えー、すごーい <laughs> コメント集中して読んでたら黙り込んじゃうそうリコちゃんと話しました嬉しい。 えあ矢あ,ありがとうええー、もう1時間ぐらいも話信してるじゃん早っ1時間じゃないよ全然45分だったわ45分もしてないやまだいや45分だわじゃあもうそろそろ終わりますねそうだけど凛カさん卒業されて本当に悲しい私すごいさそのオーディション期間中にさめっちゃコメントしてたもんねリ子ちさんと凛カさんのショールームで。 それ全部録画 <laughs> めっちゃキモいこと言っていいキモくないんだけど普通に本当に本んになんか受かりたくて本当に受かりたくてあのそう凛子さんと莉子ちゃんのショールームのさあのコメントで「えあのオーディションはメイク薄くした方がいいですか?」とか <laughs> めっちゃコメントしてた。 りこちさんは何,何の何の特技を「自己 PR 何しましたか?」とかめっちゃコメントしてた「自己 PR 何しましたか?」ってりこちさんにコメントしたら「私はレジのレジ何なんか店員さんのモノマネをした」って言ってくださってでりんこさんには「メイクってしていった方がいいですか?」みたいなことを聞いてそしたらりんこさんは「わざと私はわざと芋臭くくしていく」って言っててわざとメイクしていかんくて。 わざと芋臭くしていくって言ってあの言ってるのを画面録画してた今もだから全部合わせたら30分間ぐらいそうオーディションについて質問してる時のあの録画画面画面録画があるなんかそうでも。 なんか全部コメント読んでくださっててめっちゃ嬉しかった嬉しい思い出こんなにっていうそう嬉しい思い出でしたなんで岡山弁なんて岡山県出身だからじゃわ <laughs> 岡山県出身だからじゃわえそっけはあんまり配信しない予定で,で,でさスマホを手に持って配信してるからさこんなに配信すると思ってなかった 実は何度か会ったことあるけど何だことないのねえー、聞かせてえヴ、ー、ィカンチックの STU ウォーカーのオーディションに参加してないからです <laughs> 参加してないからですえそうだからも私もなんかそういう出会いをして STU の4期生とそういう出会いしたいかもえええ 待って待ってやばいやばい普通に待って普通にあれだわ1時間時間勘違いしてた11時半だと思ってたらもう日付変わっちゃうんだけどやばやばすぎお風呂も入んなきゃいけないしさえっもう最悪最悪最悪ちょっともう終わ,る終わる終わる終わるけど終わるけど話したいもう来て来て来てもうツーショットおしましして私にあいやおしましじゃなくて普通に私で申し込んで <laughs> おしましじゃなくて えそう普通にコメントしてただけど違う,違う名前でコメントしてたあみたいな名前で知ったかもえー、オーディション中ってその手のコメントやっぱ増えるんだ気になるもんねだってそう真剣に答えてくださっててえー、そうだからだからあのその時に画面ロックがだから その時にコメントしてくださってる方も私のルームに来てくださってる方も結構いてええー、一緒に見てたんだって思ってちょっとなんだろうアバターとか変わってない方とかいらっしゃるじゃない結構変わってないじゃないですかだから結構私のルームに今今いらっしゃる方もみんなコメントしててしてたよその時のルームにオーディション中の時のすごいなーって思いますね までっえやりたい気分だけどさちょっと腕が限界を迎えている <laughs> え今日喋りたいこといっぱいあったもう20時までやっててね言うんだったらもう毎回皆さん来てください <laughs> 毎回来てくださいね本当におさららいもしなきゃいけないんだよね も時間勘違いしてたもん最悪 <laughs> えそうンコさんが「STU はイモクしていく」みたいなわざとわざと私はイモクしていくみたいな言って,てえ待ってうまくないですか私ンコさんのものまねできるかもしれない <laughs> わざとわざとイモクしていくえちょっとに似てませんかなんだろう ちょっともうちょっとあの研究します。ちょっと研究しますね。オーディション話はいいですね本当に。 言いませんどこで出会ったかは言いませんえ似てますよね似てますよねとか言ってもうちょっと研究しますそうじゃろでもパセリさん金髪じゃないや茶髪でしたよねめっちゃひーちゃんもめっちゃ茶髪だった気がするそうスマホ手持ちでちょっと配信してて今日あんまり。 話す予定じゃなかったけどなんか話したい話題がいっぱいあってだから次はまたまた今月中にあと1回ぐらい配信したいですねお風呂に入りますのでじゃあねちょっと急だけど終わろう終わります13位すうくんありがとうございます12位やまピーさんありがとうございます11位しょんちゃんさんありがとうございます 10位、松岡さん、ありがとうございます。9位、ユニバースさん、ありがとうございます。8位、357050さん、ありがとうございます。7位、川さん、ありがとうございます。6位、ジェイちゃんさん、ありがとうございます。5位、大津アットンさん、ありがとうございます。4位、<laughs> おい、解明してよ、無駄やぞ前上えさん、ありがとうございます。3位、タカちゃん、ありがとうございます。 にマッツンさんありがとうございますまたタワーの俺待っててくださいもう待たしちゃってるごめんなさい待っててね一ヤスベイさんありがとうございますありがとうございましたありがとうね無理しないでいいよ配信はえ私結構無理せず配信してるんですよ結構皆さん他の三期と比べては絶対無理せずに配信してる気がする。<laughs> だからみんな来てくれると嬉しい。久しぶりに話して。私は嬉しいんです。だから、もうちょっと配信しよう。頑張る。ふーたんさん、ありがとうございます。あ、花、ありがとう。もう、リッセひ姫菜の話ええー、って。ひ <laughs> ーたんおもろいわ。ほんとに。うーん。ウェマンさん、かわいい。ありがとう。解明してんもんだいやで。ゆうなん。 ここれこれ何て読むんだろうなんか毎回このコメントさ何て読むの浮気しないでねみんなたまに来ます毎日来てね通知来たらだからみんなフォローしてねじゃあおやすみ寝るんやでみんな早く寝るんやでおいみんなみんなこれ私が終わったら早くショールームあのアプリ落としてね他のところに行ったら監視してるかもよ普通に普通に私今からサンキューのルーム見るからいや嘘だよ普通に行っていいよ いいよ私が配信が終わるからいいよみんな行っててねもう何でもない <laughs> おやすみ本当に早く寝てねみんなうんおやすみ <laughs> ええ <laughs> おやすみ本当に終わる終わっちゃうバイバーイ